場所こそわしら竜族の誇りであり大いなる故郷なのだ。カビっぽい匂いがする。長く扉を閉ざしてきた建物の匂いだ。歴史の匂いぞ。ついにわしは帰ってきたのだ。聞け、そして知るのだ我らの歴史を。なんて広いところなんだ。迷わないように気をつけないと。打ち捨てられた女、愛を欲し神を欲す。秘蔵物の中に亀裂と混乱を生じさせる能力を持つだろう。次なる世界への足がかりとなるだろう。全身も抗体もなき暗闇のせい、そこはう日々を約束されるだろう。愛の残像を持ちし男女融合の後一つとなりぬ。棺から生まれる秘蔵物こそ我らの待つべき新人類である。新たな時代の幕開けなり。愚かなる秘蔵物、己のからくりを己で壊す。積み木遊びに等しい行為で赤き竜と決別するだろう。
人類を我らに導く存在となるだろう。そして新人類への試練の時は始まる。黒き竜の血には我ら全ての記憶が注がれ、全ての道が示され、必ずや骨の棺にて覚醒せしめることを願う。難しい言葉が続くな。新人類ってなんだ。わからんのか小僧。お前のこと。なんだって。どういうことだ。焦るでない。そのうちわかるぞ。嫌でもな。カム、再びかつて打ち捨てられた女を利用する。何が俺を待っているんだ。ここが古の墓標の中心なのか。ここでお前は真実を知る。彼方の時、我ら神竜族と名もなき存在の長き争いが始まる。我ら神竜族、口惜しき思いを胸に玉座を去る。されど真の好奇さ決して忘れることなかれ。
同胞よ、絶望と定感のうちに朽ち果てることなかれ、名もなき存在より命じられ、作りし被造物を我が道具とせよ。神獣族はお前らが神と呼ぶ存在からの命で人間を創造した。なんだって？人間が作られた存在？神が？そんな。人間は己が世で一番の存在と思い、それが浅はかだというのだ。日の遠くなる月日を待たれよ。被造物は己の戦と感情によって新人類を生む。その時こそ我ら神竜族が名もなき存在へ反旗を翻すべきぞ。これは俺のことなのか？骨の棺、名もなき存在の道具であり我らの武器。新人類現れし時こそ進化を発揮する。名もなき存在は己の癌にて消去されるであろう。すべての試練は再び玉座に至る道。神竜族の末裔、すべての地にその記録が刻まれる。いにしえよりの伝令はこれでしまいだ。わしらはすべてを知った。ちょっと待ってくれ。俺が仮にその新人類だったとして、だから何なんだ？それを知りさえすれば俺は強くなれるのか？もはや限界が来たか。小僧、脱出するぞ。織田の世はする。